どうも、大輔ゲームズの僕って待っててロックめっちゃ邪魔なんだけど。お前のが邪魔なんだよ、バカ。ってことで今回は、風邪をひいてる主のためにゆっくりの声でやろうと思います。気遣いだり、ゼロ話。いやマジで最近、風邪が悪化してきて辛すぎんだけど。なんで風邪にかかったんだよ。前回の動画を見ればわかるだろ。ダーシーが。黙れ肉まんの鼻くそは。みんな私のために争わなくて。この動画で、初めて聞く人もいるかもしれないから、なぜ風邪にかかったのかというと、他の人からの感染でもらいました。最近風邪とかが流行っているので、それが原因で移ったんですよ。この時期は風邪にかかりやすいのもあるから、マスクをして外出した方が良さそうね。ちなみに、風邪をひいた時の感じって、どんな一日だったかわかるか。一日中生きた心地がしなかったよ。まず、朝起きた時にものすごい、だるさで覆われたよ。鼻水も尋常じゃない量だったし、やばかったよ。それに声も枯れるし、余ってこれくしゃみ出るわ、やばいぞ。さあ、アクション。うわ、来たねえ。もう休みなさいよ。あ、ごめんごめん、ついかまんできなくて。声どうした？誰だお前。え、嘘だろ。あー。黙れ、あー。声が枯れちゃったんだけど、最悪。これはどうしようもないわね。お前熱とかあったのか？あった、じゃあ、だけどそこまで大したことなかったよ。休日はどう過ごしてたの？ほとんどソファに座って休んでたよ。少し良くなったらゲームしてたかな。あと、今これ撮ってるのが風邪になってから何日か経った時だよ。この時にはだいぶ良くなってるけど、鼻水がエグかったな。今この動画を編集している主はどうなんだ？熱はないけど、だいぶ鼻声になっているのと、鼻水がエグいらしいよ。あと、咳も尋常じゃないらしい。リアルも意外とやばいのね。遺書は後でじっくり読むからな。ふざけんじゃねえ、殺すなよ。さて、声も治りましたし、ボスを倒しますか。ここにいるボスって、難易度はどのくらいなの？そこら辺にいる、アリンコ程度だねこいつは。ボスを倒したいんだったら、こいつが一番弱いので、倒しやすいです。エイム悪すぎだろ。はい、楽勝っと。こいつを倒すと、ミシックのショットガンと、透明になれるメダルを落とすので、めっちゃ強いです。降りるならいつもここにしています。ストームが縮まって、アイアンマンのやつが出現したな。頼むから誰も取らないでくれ。これさえあったらもう最強だから、少し寄り道。邪魔なやつはしばきます。おっしゃ、ついた。俺の、だー、降りなー。やったー、まだあったぜ。はい、勝ちました。ありがとうございました。お前調子のんな。そうやっていつも敵に蜂の巣にされてんじゃねえか。なんかそういうデータあるんすか？こっちとらいつもいい鳥はええ。やべりかさきも。え、マリサ厳しいって。うるせえよ。とりあえずアイアンマンの武器でエイム練習でもしますか。ナイスキュー。さて、この感じで敵をどんどん倒していきましょうか。メダルが落ちているぞ。ほんとだ。多分、ラスト帰りの敵が、ストームでやられたのかな。こら、チャンス到来。行こう。ストームでやられるとかだって。オラオラ、進め、冒険は、山ありだにありだ。良さそうな戦利品がたくさん落ちているわね。今、チェンソーが起きてたな。チェンソーはあるだけで、勝敗が決まるくらい強いんだよね。それに一部からは嫌われている、ゴリ押し武器だよ。それで何回倒されたことか。さすがザコ実況者、語るねえ。だから次は復讐の時だ。とりあえず空中で敵を見つけ、次第探します。おっと。今誰か撃ってきたわね。おっしゃー、売られた喧嘩は買ってやるぜ。かかってこいよ。おぉ、今のよく当てれたな。まさに神エイムね。やべ、気づかなかった。かなりヤバいんじゃないか？大丈夫。相手の行動を見て、冷静に体力を回復すれば、ワンチャンあるかも。前に一票。ふざけんな。よし、かい、危ね。こいつもう戦争で、ゴリ押しで行くしかない。わあ。これが原因で嫌われるんですよ、戦争は。確かにこれでやられるとなえるよな。しっかりと回復して、次の戦いに備えとこう。そろそろ終盤戦になってきたわね。弱い敵はしばかれ、強い敵がいる弱肉強食の世界になってきたな。アイアンマンの武器があるから、どうにかなるよ。敵発見。ユニビーム。
あれ、当たらなかった。チャプター2の時とだいぶ違うな。チャプター2と今ではどのくらいの違いがあるんだ？まずリパルサーだけど、昔にもオートエイムがあったけど、今の方が当てやすくなっているよ。ミニビームについては、昔はビームに当たっていなくても、ビームの広範囲だったら必ず当たるし、しかも建築貫通だったから強かったけど、今のミニビームはしっかりと真ん中に当てないと当たらない仕様になったし、建築も貫通しないからかなり弱くなったよ。昔が強すぎたのね。ここに敵がいるのかな。おや、あやべ、全然上にいたわ。どうやら逃げたようね。このまま後を追いますか。追っかけたけど、どこに行ったのかわかんなくなっちゃった。何してんだよ。匂いで探せばわかるだろ。犬じゃねえし、メダルの範囲にいないようだね。あ、向こう側にいたわ。向こうからかなりの距離が開いているぞ。ダメだ、ユニビームは貫通しないから意味がない。一気に近づいて距離を詰めよう。相手もアイアンマンのやつで移動するようね。とりあえず上に行って視界に入らないようにしよう。平行に並んだわね。こっからどうするんだ。暗いユニビーム、エリートだー。今のは信じられないわ。じゃあ、このままぶっ倒してやる。相手もなかなかの上級者だぜ。こいつもゴリ押しでいけば絶対倒せる。もう上まで逃げてるわよ。こうなったら戦争で移動だー。移動している間、撃たれないか怖いな。警戒しながら進むべきだね。とりあえず敵が逃げたから追いかけよう。こいつ逃げるなんて卑怯だぞ。お前もいつも逃げてるだろ。現実から静かにしよう。よし、当てた。これで、ナイスだ。残り二人になったわね。向こうで戦っているみたいだから行こう。あれ、最後はもしかしてボット？そうみたいだな。なんだよ、期待してたのに。とりあえずユニビームかましといて、あとは遊びます。いや、ボットで遊ぶとか聞いたことないんだけど。ボットってこんなにエイム悪かったっけ。ダメだ、こいつガチで遊んでやがる。こんなクソな光景を3人も見てるのね。君といた時間は楽しかったよ。多分、おっしゃやろう。これからも君の記憶は脳裏に残しとくよ。この動画にね。向こうからしたらトラウマになるじゃないの。僕の脳にも残しとくよ。やっぱこいつは最後の最後で思いやりが。この光景だけね。やっぱり今のなし。他は多分3秒で忘れるけど。とんでもねえ、クソ野郎じゃねえか。じゃあね、君の遺書はトイレの小拭きに使っとくよ。お前クソ野郎だな。ご視聴ありがとうございました。